もうじきこの島に集結してしまう。それがどういうことか分かっていない。自分たちには力がある、時間がある、選択肢がある、そう勘違いしてしまったことが、リヴァイ、あんたの過ちだ。まあ俺の真意を話したところで分かりっこないだろうがな。なあエレン、俺たちにしか分からないよな。この森を抜ければすぐお前の元だ。しかしちゃんと場所と時間を覚えているんだろうなエレン。行け。なんだよ、もうまたかよ。エド、必死だなヒゲヅラ野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ、俺から逃げられるって。部下を巨人にしたからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。よう、ヒゲヅラ。てめえ、くせえし汚えし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。